program is brought to you by 公式アプリでチケット購入をもっと早く、チケットピア。皆さんこんばんは、折坂優太です。毎週月曜日はセッション折坂エディション、この後9時55分までお付き合いください。先週に引き続き、最近はもっぱらレコーディングでございます。新しいアルバムのレコーディングをしているんですけど、かなりいい感じになってきているので、早くライブで聴いてほしいんです。レコーディングはもうこもって黙々とやる作業なので、だんだんとですね、眠れなくなったり、鬱っぽくなったりしてくるんですけど、ライブでねパーッとできれば、それも解消されると思うので、なんとかそこまでこぎつけたいなというふうに思っております。まずはワンマンライブですね。折坂優太単独公演2021うつつと題してですね、単独公演の名前にもううつが入ってますからね、あんまり良くないと思うんですけど、まあ、うつつということでやらせてもらいます。こちらの公演にはですね、 VJ で、ビデオテープミュージックさんにも入っていただいて、映像でも面白いものになるんじゃないかなと思っています。今日は1曲目にそのビデオテープミュージックの曲をかけようと思います。ビデオテープミュージックでストークフューチャリング折坂優太。Thank you.
改めまして折坂優太です。メールを紹介していこうと思います。ラジオネームさやかさん、いつもありがとうございます。折坂くんに質問です。いろんな歌番組にも出演されて、これからもどんどん躍進されていくだろうなと楽しみです。テレビやラジオに出演されることが増えてから何か変化したことはありましたか？お仕事相手の方の態度や街中で声をかけられることが増えたなど、また折坂くん自分自身でも変わったなぁと感じることなどありますか？これがですね、ないんですね。街中で声をかけられたいですね。全然かけられません。お仕事相手の態度も変わりません。ある意味ではね、そこでいろいろ変わってしまうような人とやってないというのがいいところなんだと思いますが、少し不安になるぐらい変わらないです。頑張っていかなきゃいけないなと思いますけれど、頑張ります。ラジオネームマリタモイコさん、オリスキーなので横浜からラジコプレミアムで聞いています。オリスキーっていうんですね。あの BTS でいうアーミーみたいなことですよね。感染症の世になり、幽谷に人数を聞き、感染の人数だと思います。悲しい思いをする日々です。でも嬉しいことが2つあります。1つは在宅勤務となって子供たちの帰りを家で迎えられること。もう1つはライブを配信で見られることです。観客のない舞台の上、素敵な演奏をありがとうございます。折坂さんが今日々の楽しみにしていらっしゃることは何ですか？素朴な質問に思えるんですけど、とても難しいですよね。今何かを楽しみにするというのは思ったより難しいと思います。そんな中、ライブを楽しみにしてくださって本当に嬉しいし、配信もやりがいがあるなと思います。私も自分のライブがすごく楽しみで、すごいですよね。自分の楽しみが結果人の楽しみにもなり得るというのはとても希望だと思います。そこにあれですよね、誰かのためとかですね、感動を届けるとかですね、大義名分が入ってくるとちょっとややこしくなるので、まずは自分の楽しみのために何かをやって、その結果楽しみの多い世の中になったらいいなと思っております。それではリクエスト曲はのろしレコードでのろし。知らない街の月明かりが僕を照らす。一日中誰にも会わないなんて今までなかったな。思い出す別れの時の頑張れって言葉、人生であと何回聞いたら救われるのかな。
気だって伝えよう。あのでかいビルからのろしを上げて迎えに来てもらおう。靴にありついてほっとしたかと思うとズボンがボロになっている。ズボンがボロに、ズボンにありついてほっとしたかと思うと上着がボロになっている。上着がボロボロ、気にありついてほっとしたかと思うと、そう元に戻ってまた、元に戻ってまた、ボロ靴を引きずって、ボロ靴を引きずって、ボロ靴を引きずって、靴を探し回って、番組後半は弾き語りをお送りしようと思います。ラジオネームうららさん、熊本市の方ですね。織坂さんにぜひカバーしていただきたい曲があります。半年ほど前に亡くなられた鈴木恒吉さんの曲です。実は10年ほど前に私が年に一度だけ旅行で訪れる熊本の天草という観光地の喫茶店でライブをされていて、ちょうどその頃深夜食堂で流れていたこの曲に感動し何度も聴いたので、あまりの偶然に驚きと嬉しさで涙してしまった思い出があります。ぜひこの曲を織坂さんの歌声で歌い継いでいただけないでしょうか、というお便りでございます。うららさんはご存知かわからないんですが、実は私は、鈴木恒吉さんと何回かライブをやらせていただいていて、まあ何人かいる中で、一緒にやらせてもらったこともあるし、さっきかけた、のろしレコードという、松井彩、役はじめ織坂優太というシンガー3人の寄り合いがあるんですけど、そのツアーでもですね、のろしレコードと鈴木恒吉という4人で岐阜に行ったこともあります。初めて会った時に機嫌のいいお客さんがですね、私のライブを見た後に、いや君のライブはちょっとまあいいけど鈴木恒吉さんに比べると渋さが足りないね、みたいなことを言われまして、で私がムッとしていたらですね、恒吉さんがそれを察して、まあ気にするなと、歌を歌うというのはいかに恥をかくかということで、情とか渋さとかそういうものに走ったらおしまいだぞっていう風に言ってくださって、それがすごく今も自分の中に残っているし、今自分がやってることは常さんが見たらどう思うだろうという視点がですね、常にあります。その後なかなかこう気軽には会いに行けなくて、結局そのままお別れになってしまいましたが、今日はちょっとリクエストがありましたので恐れ多いですが、常さんの曲を弾き語りでやってみようかと思います。聴いてください、思い出。
風に乗って空に浮かぶ雲の中に少しずつ消えてゆく遠く高い空の中で手を伸ばす白い雲君が吐いた息を吸ってぽかりと浮かんでるずっと昔のことのようだね川もの折坂エディションお別れの時間となりました。冒頭でもお話ししましたが折坂優太単独公演2021うつつでございます。6月3日大阪、6月4日東京という日程になっています。6月4日は配信チケットもございます。お便りでも来てたように配信でライブを見れることが嬉しいとおっしゃってくれる方もいてすごく勇気づけられます。その場にいるならではの楽しみ、そして配信ならではの楽しみ、どっちも活かせるような内容にしたいなと思っています。ビデオテープミュージックさん、あとはカレー山水さん、この方はカレーを作る方ですけども、それがどう絡んでくるかはライブを見てのお楽しみということで盛りだくさんの内容になると思うので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。オフィシャルサイトや SNS などライブの最新情報はアップしていきますのでご確認いただければなと
います。皆さんからのメッセージはデイト FM ホームページのリクエストからこの番組を選択して送ってください。明日のこの時間はワトウィンの皆さんが担当します。それではまた来週。ここまでのお相手は織坂優太でした。 This program was brought to you by 公式アプリでチケット購入をもっと早く、チケットピア。